もともとのね、この風邪をひかないとか、まあ、それこそがんかかりにくいとかね、アレルギーも全部免疫力が落ちていくことによって発症するものですね、アレルギーの方はね。麹が一番腸内環境を整えるのに簡単にね、取り入れることができる。免疫力高いって最強なんですよ。皆様ね、ちょっと急にね、寒くなってきてお風邪などひいてないでしょうか。結構学級閉鎖になってるよとか、いろんなお話を聞くので、皆さん元気にされてますか。でね、麹をですね、食べることでめちゃくちゃいいことの一つにですね、免疫力が上がるということがあります。で、免疫力アップってよく聞くと思うんですけれどもね、なんかちょっとどんなことなのかなっていうことをね、感じる方も多いかなと思うんですが、もう免疫力ってすごいんですよ。もともとのね、この風邪をひかないとか、まあ、それこそがんかかりにくいとかね、アレルギーも全部免疫力が落ちていくことによって発症するものですね、アレルギーの方はね。そういったことが言われているので、免疫力高いって最強なんですよ。なので麹で、ね、腸活ができて免疫力が高まるっていうのが、やっぱり麹を食べることのね、結構大きなメリットだなというふうに思います。しかも美味しいのにっていうことですよね。しかも毎日のご飯ね、楽にしてくれるのに免疫力も上がっちゃうというね、ラッキーですよね。ということで今日はですね、麹で免疫力アップということでですね、あともうすぐ本当にね、あの2023年が終わっていきます。年末はね、めちゃくちゃ皆さんお忙しくなるかなと思いますし、ね、せっかくのね、楽しい年末年始をね、楽しく過ごすためにやっぱりね、体調ね、元気であることって一番大事かなと思います。それにはですね、麹を食べて免疫力をアップさせると元気でいられるっていうところがありますので、ぜひ今日はですね、麹で免疫力アップ、風邪をひかないためにしていること3選ということでね、やっていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただいて、ぜひ風邪をひかずに年末年始も乗り切って楽しんでいこうということでですね、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ということで本日のメニューですね、風邪をひく原因とは何なのか、そして麹ライフで風邪知らずですね、麹と免疫力の関係についてもお話ししていきます。風邪予防のためにしていること3選ということでやっていきたいと思います。どうして症状が起きるのか、風邪ですね、正式にはですね、風邪症候群という名前になっております。で、上気道ですね、鼻とか喉ですねの急炎症の総称でございます。ウイルスが粘膜からですね、はい、感染して炎症を起こすため、くしゃみだったりとか、鼻水、鼻づまりですね、喉の痛み、咳、痰、発熱といった症状が起こります。原因微生物は約 90% がウイルスを占めておりまして、残りの 10% ですね、まあ、それがですね、細菌とかマイコプラズマとかクラミジアとかですね、そういったウイルス以外の感染もございます。風邪のウイルスはですね、なんと200種類以上というふうに言われています。どのウイルスが原因で起こったものかというのをね、特定するのはね、とても難しくなってます。でね、同じウイルスでもですね、多くの型があって、さらにね、年々変異するというね、特徴があります。このためですね、一度感染してもですね、ウイルスに対しての抵抗ができたとしても翌年には変異してしまっているので、同じ方ではないので、そのね、せっかくできた抵抗がですね、はい、あまり意味がないという状態になってしまいます。なのでね、風邪はですね、体が治そうとウイルスにもね、感染してしまっているので、鼻とかね、喉とかですね、それがですね、治そうとするね、働きでですね、いろいろね、咳を出したりとか、あとはですね、熱が出たりとかしてね、菌たちと戦っていますね、体がね。で、粘液ですね、異物からですね、体をね、守るという風な仕組みになっています。はい、なのでくしゃみして外に出そうとしたり、咳をして外に出そうとしたりっていうことが体の中では行われます。まあ、これがね、風邪という症状になってますよね。でもね、熱が上がるというのはですね、もう本当そのウイルスね、熱が高くなることによって菌って生きれないので、熱が上がるということはね、菌と戦っている証拠になりますので、お熱ね、下げてしまうと逆にですね、せっかく菌と戦っている体がね、お熱せっかく上げてるのに無理にお薬とかで下げてしまうと体が勝てないっていうところがあって、むしろね、逆に長引くっていうようなこともあります。で、まあね、風邪症状とね、インフルエンザとかね、そういったものの症状ってね、分かりづらいですよね。なので、まあ、感染症とかのね、影響もありますので、まあ、何かね、そう、体調が悪いという時はですね、そういったこともね、もしかしたらということでね、考えていただくのもね、大切かなと思います。
やっぱりですね、まあ、これを見ている方はですね、ママの方も多いかなと思いますし、ご家族いらっしゃる方も多いかなと思います。そうするとですね、やっぱりね、自分の健康ももちろんね、風邪をひきたくないと思っている方も多いかもしれないんですけど、お子さんだったりご家族だったりとかっていうところが、やっぱり風邪をひかないで元気に過ごしてほしいというね、思いの方も多いんじゃないかなと思います。ちゃんと麹ライフ、麹を食べていることでですね、なかなか風邪がひきづらくなってくるっていうところもあるので、そこも本当にね、大きなメリットですね。私たち女性にとってはですね、ね、誰かが具合悪くなったら自分たちがお世話しなきゃいけないという立場にあるという方も多いかなと思いますし、まあ、それでね、自分もね、移ってね、一緒に具合悪くなっちゃうというのも嫌ですし、ね、やっぱりね、こう自分でお仕事をお持ちの方もね、いらっしゃるかなと思いますので、元気なことってね、すごい大事ですよね。なのでみんなの元気をですね、この麹を使ったお料理をね、皆さんに振る舞うことで、美味しく食べてもらうことで、みんなの健康もね、守れてるんだなと思うと、とてもすごいことをね、皆さんされてるかなと思います。で、麹ライフで風邪知らずということでですね、麹と免疫力の関係についてお話をしていきます。まあ、麹ですね、疲労回復効果があります。ビタミン B1 というところがあるので、まあ、疲労回復効果があるっていうところも、このね、風邪をひきづらいっていうところにね、なってくるかなと思います。そして麹はですね、腸内環境をね、良くするという効果があります。腸にはですね、免疫細胞のなんと7割が存在しているというふうに言われています。腸内環境をね、整えることはですね、免疫力が上がるという状態になります。各種病気ですね、風邪にならないだけではなく、各病気ですね、すべてにおいて免疫力が高いということはですね、すべてにかかりづらいということになりますので、とにかくね、ベースの体が元気になるということになります。なので、腸内環境大事だし、麹が一番腸内環境を整えるのに簡単にね、取り入れることができる、ね、美味しく食べるだけでいいし、調味料をちょっと変えるだけでいいっていうところが本当に手軽にね、始められるね、本当に麹ライフかなと思います。風邪予防にしてることを3選ということでね、やっていきたいと思います。まず一つ目ですね、調味料をですね、発酵調味料に変えるですね。毎日ルーティンになってるものをね、ぐいっと変えていただくのはなかなか難しいこともあるかなと思うんですけれども、使う調味料を変えるっていうのはね、すごく手軽かなと思います。ぜひぜひ塩を塩麹に、醤油を醤油麹に、そしてお砂糖を甘酒にしていただくだけで免疫力がガッツリと上がっていきますので、ぜひやってみていただけたらと思います。まあ、そちら以外にもですね、いろいろな、もう本当にね、大人気だし麹がね、一番待ってます。はい。そしてコンソメ麹ですね、本当にね、玉ねぎと麹と塩だけで作るね、コンソメ麹もですね、コンソメいらずにもちろんなりますしっていうところになるし、中華麹はね、別のレシピでね、入ってたりとかしますので、ぜひいろいろ見ていただいてですね、もう本当にお家の中のもう全てのお料理は麹の調味料で作れます。和食も洋食も、なんかイタリアンとかパスタとかフレンチとかみたいなものとか、お菓子とかも含めて全部ですね、麹でできますので、ぜひやってみてください。はい。そして体を温めるものを食べるということでですね、やっぱり体が温かい状態というのはね、とても大切になります。朝のね、注ぐだけスープだったりとか、そういったものを飲んでいただいてもいいかなと思いますし、なんかね、スープとか温かいものとかぜひ飲んでみてください。そしてね、よく寝ること、とても大切になります。もうね、本当にね、よく寝ることは免疫力もアップしていきますので、ぜひぜひたっぷり睡眠をとっていただければと思います。ということでですね、もう本当に麹ライフは頑張らないことが大事です。頑張らないために麹を使うんですっていうことなので、もう頑張らないで美味しいご飯を食べてですね、しっかり免疫力を上げてですね、元気にしていただければと思います。今日はですね、免疫力を上げるためですね、風邪をひかないためにやっていること3選ということでお話しさせていただきました。まあ、本当に麹を取り入れていただくのは本当にね、時短になりますし、楽になるし、美味しくなるし、元気になるので、ぜひぜひ取り入れてみていただければと思います。こちらの別品菌チャンネルではですね、麹にまつわるいろいろなお話をしております。日本の調味料であるお醤油もお味噌もみりんもお酒もお酢も全部麹からできておりますね。日本の国菌である麹菌からね、麹はできているんですけれども、で、麹菌のパワーを使ってですね、なかなかそういったね、大切に育てられた調味料にはスーパーとかではね、出会えないのが結構現実になってしまっております。ぜひ皆さん、よかったらですね、グッドボタンとチャンネル登録をお願いできればと思います。ということで、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ぜひ今日も素敵な一日をお過ごしください。そしてまたお次の動画で、もうすぐ1万人ということでですね、ぜひ応援していただければと思います。ではまたお次の動画でお会いしましょう。またね、素敵な一日を。質問が来てました。はい。醤油麹と玉ねぎ麹を出来上がってから混ぜても大丈夫でしょうか。出来上がったものを混ぜたらとても美味しかったです。
麹菌は喧嘩しませんか？発酵の観点からいかがですか？大丈夫です、どんどん混ぜてください。はい、両方ねもう発酵し終わっている状態っていう感じなので、まあ、でもまだ酵素の働きはあるので、そこからねその合わせたものにお肉につけてもらっても美味しくなるし、ドレッシングにしてもらっても他の子たちの餌になったりとかね、乳酸菌の餌になったりするので全然混ぜちゃって大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。はい。